だけですね。この操作で鎖骨が詰まっています。だから運動不足なんですが、肩関節っていうのはこういう状態で不利な関節になってますので、これを押すと、鎖骨が相手の首の根元へ入ってきます。これで両方でピタッと止めると背骨が捕まえられます。その背骨を吊り上げていってるだけです。はい、じゃあ次に完全な腕力の状態です。本当にやっちゃいけない肘運動です。普通肘運動だけやると絶対上がらないんですね。で、上がらない原因は何かというと、上腕に力を込めてしまうので、上腕の筋肉が自分の肘を動かしています。これにほとんどの人気づかないんですよ。ですから肘が動かないようにしてやると、それを例えばこういう伸ばした状態で肘が動か、ここに置いておくと自分の肘が動いてしまうというのが分かるんですが、空中に浮かした状態で肘を固定できるか、肘を固定できたら上がるよねって言いました。ここはちょっと難しい。稽古としては脇につけて肘が動かない状態にして自分の手元へ自分の手首を近づける。じゃあ次、やられてる、はい、今度は同じように鎖骨を倒すんですが、親指で倒すんじゃなくて、こういうふうに倒す。親指はね、トルクがいるんですよ。これが多い。小指はすくい上げるように、すくい上げるように。これは抑えられてる、分かる。これはほとんど脇足。そう。ここ見ると分かるんですが、ここで、鎖骨が完全に詰まっているんですよ。これはあんまり力がいらないわけです。はい。次、